ゲオルカ・ハプスブルク・ロートリンゲンは、ハプスブルク帝国最後の皇太子夫・フォン・ハプスブルクの次男、現在のハプスブルク家投資カールの弟。ハンガリー赤十字社総裁、ハンガリー外交官。1964年12月16日、西ドイツ・バイエルン州のシュタルンベルクにて誕生した。洗礼式の大父は、時のローマ教皇パウロ6世が務めた。 1987年、父夫から金曜毛騎士団の騎士に助任された。1993年、ハンガリーに移住し、ハンガリーの市民権を取得した。1996年、ハンガリーの欧州連合加盟のための特別大使に任命された。2004年、ハンガリー席十字社総裁に就任した。2009年欧州議会議員選挙に、 ハンガリー民主フォーラムから出馬したが、落選した。2012年、ハンガリー赤十字社総裁を退任した。2015年、2024年夏季オリンピックの開催都市に、ブダペストが立候補した際、オリンピック招致特別大使に任命された。2015年7月4日、アニカールと共に、トンガ国オートポー6世の戴冠式に参列した。なおこの戴冠式には、 日本の皇太子、ナルヒトシンノーや、ホーエンベルク公爵家のマリア・テレジアも参列していた。2017年12月16日、ハンガリー政府代表として、アニカールや各国の王公貴族と共に、モトルーマニア国王ミハイ一世の葬儀に参列した。2018年3月、ハンガリーオリンピック委員会の大使に就任した。 ゲオルクの家族とアニカールの家族1997年10月18日、ハンガリー共和国政府公館らも参列する中で、聖衣首都バーン大聖堂において、オルデンブルク公女、アイリーカと結婚式を挙げた。アイリーカ夫人との間に一男二女がある。ウィキメディアコモンズには、ゲオルクハプスブルクロートリンゲンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。